はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日6時と18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、黒タンミッドレンジということで、前に紹介したタイプとはちょっと全然違うんですけども、新しいカードちょっと多めにね、まだ死んでいない悪意ある呪詛術師、まあ、あの望みなき悪夢、まあここはね、あの切り崩しでもいいかなとは思うんですけど、まあとりあえず入ってます。で、駆け抜け校の祝福、おかわりに一巻の終わりに鏡に願いを、まあ、この鏡に願いをがやっぱ軸になるかな。あと執念の徳目とかね。で、この肉体ぐらいであったり、寄生性掌握であったり、あとこれか、執念の徳目、まあ、ここら辺ありますんで、赤単に対してはね、もうめっぽう強いんじゃないかなと思います。切り崩しも入ってるし、まあ、勝者にシェオルにね。まあ、とにかくこの肉体ぐらい出してね、まだ死んでいないとかでね、86とかにして戻してきたら、まあまあ、ほぼほぼ勝ちだなっていうね、感じですね。さあ、それではね、早速やっていきましょう。はい、プレイ。さあ、7枚でキープします。さあ、悪意ある呪詛術師からいきます。さあ、アタックターン終了。1回ぐらい出して殴っていきます。風に2回ぐらいを食われる。いきますか。神に願いを。どれでいくかだね。セリンでいくか。さあ、ソリン出していきます。さあ、だっけ。軍備放棄か。Your blood will be mine. さあ、まずカード引きます。さあ、ターン終了。
先に殴らせてから生成掌握で片方倒します。モンドラクか、厄介だな。さあとりあえずカード引きます。Innistrad is free. さあ鏡に願いを。さあ一巻の終わり使っていきます。ピン刺しカードがめっちゃ強いよ。サダック。あとライフ2点。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚デッキ。さあ潜伏工作員出していきます。さあ終了。さあ総員の速走。やばいやつだね。難しいな。まあいっか。ターン終了。ミニオン強いね。まあ稲妻に刺激あるかどうか。サブロック。さあ潜伏工作員を出して。ターン終了。さあこれでなんとかなりそうですね。
さあ、まだ死んでいない。さあ、3点回復して戻ってくる。サダック。さあ、8点回復。まあ、そんな速そうに一発殴られるのは別にどうでもいいわ。熊野をね、ちゃんと処理しておきたい。さあ、寄生掌握。わあ、サブロック。3になります。うん、なかなかですね。しかし、ハンコンで8点回復できるのはね、非常に強いですね。さあ、アタック。さあ、鏡を。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。さあ、赤か。赤だったらやりやすいかな。さあ、寄生性勝負。まあいいか、こっちから行こう。さあ、2回ぐらい。まあ、ここは仕方ない。さあ、抹消者。さあ、潜伏工作員を出してターン終了。まあ、でも倒せとかいいか、ややこしいね。先制勝負。さあ、ターン終了。
さあ、リプセルに出します。鏡に願いを。さあ、アタック。さあ、あと7点。さあ、ブロック。なかなかのダメージですね。さあ、アタック。はい、対戦ありがとうございました。7枚でキープ。さあ、ガンガンいきましょう。さあ、4-3でアタック。2ターン目4-3で殴れるの強いな。さあ、オゾリスが来て、さあ、カード引いていきます。まあ、リレックスかな。さあ、術を術し出して、さあ、ダックターン終了。さあ、このまま一気に攻め切りたいです。硬いクッキー。おお、なんかいろいろ出てきますね。さあ、カード引きます。さあ、執念の特目。さあ、アタック。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。黒段ミッドレンジということで、なんかね、墓地の侵入者とか負け犬とか、なんかよく入ってるカードは入ってないんですけども、こいつですね、悪意ある呪詛術師、まあこれが思った以上に強いな、強い。で、あとまだ死んでいないと、この肉体ぐらい、ここら辺の組み合わせも強いし、この鏡に願いをもね、結構無理なく打てるんで、まあ、そっから
一貫の割やらね、ソリンやらシェオルに、まあ勝者もここら辺ピン刺しで入ってるカードをね使っていけると、はい、そこら辺がね非常に強いですね。はい、まあそんな感じで、あとこれはちょっと今回出番なかったのかな、これも使いたかったですけどね。はい、まあそんな感じでね、新カード結構多めに入れてみたんですけど、うん、まあ結構強いね。これがでも本当に思った以上に強かった。まあ火遊び一発でやられるタフ2ではあるけど、まあそれでも強いですね。はい、まあそんな感じで、クロタン好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあそれでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。